皆さんこんばんは、昨日の競馬予想全部外した広瀬優ですもう結果から言います、昨日の競馬予想した馬すべて惜しい結果で終わりました。阪神11レースローズステークス8番外野ルキューレ6着、中山11レースラジオ日本賞4番クイーンズサターン4着、そして阪神12レース3歳以下5万500万下のレースでは13番キャスパリーグ4着という結果でいいですね。全部外しました。では、ちょっと映像を映します。どうぞ。今ローズステークス優がそうした里のワル、里のワルキューレどうでしょう。映像はちょっと映せないので、優の表情を見て。直線です、直線。やばい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 、直線来ました、直線。やばいやばい、いけ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 、どこだどこだどこだおお、来たか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 、おー来た来た来た、いけ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 、頑張れ頑張れ、いけ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 、待ち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 、行こう行こう、イエー。ローズステークス1着13番のカンタービレだそうです。やばいですね。クリストフ・ルメール騎手との初コンビですごいですね。今ちょっとね、調べてみたらカンタービレの馬の名前の由来が歌うようにって意味なんですって。で、今日9月16日が安室奈美恵ちゃんの、引退日ですよね。で、まあ牝馬の戦いなんですよ、このレースが。で、まあ安室ちゃんをちょっとかけてんのかなとかも思ってと、で結構13番のカンタービレにかける人も多かったらしいんですよ今日。優の予想里のワルキューレは馬群に沈んでしまいました。次のレースに期待しましょうはい、続きまして、中山11レースラジオ日本賞です。優の表情を見てください4番のクイーンズサタンですね。今後方3番手ぐらいですね。はい、直線いきます。直線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 、ちょっと待って、どこだどこだどこだどれだ、4番いけいけいけ、クイーンズサターン、おお、ちょっと伸びないか伸びないか伸びの、お、ちょっと遅い遅い、ああ来た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 、いけ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 、4番いけ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 、おお、ちょっと無理かもなこれ、あーやばいやばいやばい、あやばい、あーチーン4番のクイーンサタン惜しくも4着でしたくっそマジかめっちゃ悔しいですね。4着ってのがすっごい微妙なんですよ3着に入れば副賞的中なんですけど、4着ってうーんってね感じですよね。はい、今夜はフランスで凱旋門賞の前哨戦でフォア賞というレースが行われます。でそのため日本馬からはクリンチャーという馬が出走します。で、武豊騎手が騎乗するんですよね。そちらも見どころですよねはい、では今日も、明日の競馬予想をしたいと思います。明日こそ当てないと優は罰ゲーム決行なのでいやー3レースあればねどれか当たるって思ったんですけどね、それが間違いでしたかねはい、では優の予想はセントライト記念 G2 のレースを予想分析しました。優の解明はこちらです。7番の、ブレステイキングにかけようと思います。この馬なんですけども、 NHK マイル G1 のレースで2着に好走した、ギベオンからブレステイキングを選択した、レムーロ騎手に、期待したいと思います。はい、で
単勝1000円、副賞4000円、合計5000円で勝負します。いかがでしょうか。明日こそ的中したいですよね。今罰ゲームかかってるので。はい、皆さんの予想はいかがでしょうか。コメントお待ちしております。頑張れブレステイキング。じゃあ終わります。バイバーイ。